さんエロイン503エドウィン503503エドウィン503エドウィン503エドウィン503最近ちょっと太めのシルエットのデニムが好きなんでこの503のいい感じのそのシルエットっていうのもやっぱりコーヒーとかこう作業してると動くことが多いんでちょっとこうタイトなデニムだと動きづらさもあったりとかちょっと履きづらさを感じてストレス感じちゃったりするんでまあ、今回履かせてもらったこのちょっと太めの503は本当にすごく動きやすいし、まあ、何がいいってやっぱあのちょっとストレッチで伸びるんですよね。なんでそれが本当に履いててあのストレスも全く感じないし、まあ、軽さというかそういうのも感じるし、まあ、その辺はすごく気に入ってますね。夏冬問わずもう年中何かたらもジーンズ履くっていう。すごい軽いです。あの履きやすい。ジーパン特有のあのなんか履いた時の硬さ重さみたいのがいい意味であんまりなくてすごい楽ちん。自分のね、まあ、一番得意なその歌っていうのを CM で歌ってくださいってことなんで楽しかったしすごいリラックスしてやられました。はい、ロックンロール503。自分のやってる音楽もやっぱこうルーツというか伝統がはっきりしてる音楽だと思ってるんですよね。伝統ってやっぱり自分の中ですごい大きなものっていうのがあります。いいものには根拠があってそれゆえこう長い間魅力があるもんやっていう気がします。いただきます。
がいいのかななんて私勝手に思っていて、はいはい、したようなイメージがあったのに、ユドウィン50さんもこういう風にどんどん新しくなっていきつつなんだなっていうのをこう体感させてもらいました。とっても履きやすくて動きやすくて好きです。